すまんな、こんなとこしか空いてのって。まあ話するにはここが一番ええやろ。で、わしに何の用や。二十数年前、カムロ町で起きた堂島組と神言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。なんや、取り調べみたいやの。そうや、わしが担当した。それがどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と強打陣、堂島大吾の誘拐の一件、神言派が絡んでいる可能性が高いです。担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか。知らん。でも、まあ待てや、わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで神言派のことを私に教えてくれなかったんですか。事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ、じゃあ二十数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな、何から話そうか。もう聞いとるかもしれんが、当時わしはカムロ署の四課におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ簡単に言うたらそうや。せやけどそれしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。神言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町を荒れとったんじゃ。どんなことがあろうとヤクザとは裏取引をしてはいけない。それが腐敗の一歩になるんだと課長はいつも言ってるじゃないですか。あん時は他に方法がなかったんじゃ。質問を変えます。消えたはずの神言派がなぜか今動いている、これについては何か知ってるんですね。当時神言派の構成員は36人の組織やった。このうち死体として発見されたのが33人。3人生き残りがいるってことか。そうや、そのうちの一人をわしは知っとる。誰なんですか。教えてください課長。蒼天堀に桂馬という店がある。そこにおるわ。名前は。今は村井という名前で生きとるわ。村井ですね。佐山、村井を大阪に連れてきたのはわしや。村井っちゅう名前もわしがつけたんや。え？あいつは奇跡的に一命を取り留めたけど、神言派の掟は生よりも死、服従戦闘を生きることは許されん。そこで村井は生きることを選んだんや。せやからカムロ町から逃げる手助けをしたんや。他の生き残りからの報復を避けるためか。そうや、わしと河原が関西へ赴任するときに一緒に連れてきた。河原さんも関西に。佐山。はい。今日付で身辺保護の任務は終わりや。え？命令や。理由を言ってください。神言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか。ちゃう、そんなこと言うとるんやないわ。四課の捜査範囲から外れたってだけや。今さらそんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は神言派の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるんや。
あいつら女やろうが子供やろうが手加減せんのんじゃ。でも私は。これは命令や言うとるやろ。見ての通り頑固もんでの。佐山のやつ守ってくれるか。あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。一つ聞きたいことがある。なんや。河原さんの発砲事件を知ってるな。堂島組と神言派の事件と関係があるんじゃないのか。それに関西への赴任とも。これ以上のことはわしの口からは言えん。とにかく佐山のこと頼んだで。重たすぎて全然喋れない。これね、ちゃちゃ入れるのは失礼なワンシーンだったと個人的には認識してますね。これまだでも続くのかな。あいつは今頃何してるんだろう。ちょっと探してみるか。佐山を探すになったね。さあ、あ、おい桐生一馬さんやな。で、頼みがある。いきなりで悪いんだけど柔道をやってもらえないか。で、関西の熊言われてるアマチュア柔道界ので、桐生一馬町とこと投げの長棒をせえっていう依頼が来たと。で、柔道をするだけで10万。で、小牧流が出てくるけど、まあとりあえずサブシナリオなんで、とりあえず後にしてもらっていいですか。さあ、まあキャバのレベル上げてあるから、キャバも正直終盤戦まで持っていこうと思えば持っていけるんだけど、全然。まあとりあえず佐山だな。まあつってもここで絶対これ演歌するけどね。スナック葵、ママんところか。ママんところに行ってんのか、それともママから話を聞くのか、どっちかだろうな。さてさて、あ、いねえや、ママがいるだけだ。で、カオルはここにおらへんで、蒼天堀のばあちゃん、蒼天堀のばあ、あ、これでステイルに行くってのがわかんのか。じゃあステイルまでスキップじゃんね。さあ、ステイルに到着しましたが、こん中にいるんでしょうか。あ、ダーツバーのところか。で、佐山、帰られました。川でも眺めたい。すーごい、ひたすらに佐山を追いかけるイベントだな。まあいいんだけど、なんかたまーに来る突如ハイパーお使いイベント。走り回ってるだけで酔い覚めちゃうよ桐生さん。すーごい勢いでお酒飲んだのに。まあ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 、これの、あー、おったおった。やっちまうぞ、こら。何やってん。あ、めちゃめちゃ。一緒にやんのか、こら。してください。あんたら何してんねん。姉ちゃん、俺らに何か言おうか。逆らったらどないなるか分かっとるやろな。はよ行き。待てや。なんや。なんかこう急に胸のあたりがカッカホテってきてな。それがどないしたんや。あんた、女やな。一晩俺らに付き合わんか。自分何言うてるか分かっとんのか。当たり前やがな。刑事さんやから余計に興奮すんねん。これ以上侮辱したらパクるで。うう、怒った顔がたまらんな。俺は強い女はもっと好きやねん。
思ってる以上に一発に対して撃たれ弱かったな、この子たち。何者じゃ。その女のボディーガードだ。お楽しみはこいつ片付けてからや。君たちはスキップだよ。うん、やっぱスキップだよ君たちは。その程度でしょ。覚えとるや。忘れんか。くしゃ。おい、何やってる。待ちなさい。こっちよ。え、警察手帳見せたら終わりなんちゃうの？ダメな。どこ行った？ごめん。いや。どうしたんだ。いや、私たちなんか変だなと思ってね。ん？ねえ、今夜空いてる？ああ。ちょっと遊びたい気分なんだけど、付き合ってくれる？ほう、どこ行くの？カオル、ねえ、こんなに仕事の鬼みたいなやつが行く夜の遊び場ってどこなの？何してんの？早行こう。パッ、あのゴルフとかか。大人だね。やったな。こらそれはちゃんとお金払いな。デートじゃんね。ねえ、普通の女子じゃないですか。ごめん、待った。意外にビール売ってなくて。いや、街を見ていたところだ。おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか。運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。いい場所だな。ああ、ここいいでしょう。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。気分だ。もうちょっと飲むやろ。買ってくるわ。ん？悪い。気が利くんだな。無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言ってんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。
本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何も出てきえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。な、あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことくらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけやな。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。ああ、周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そりゃそうやけど、今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で、自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれる奴だってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き子なんでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にも分からへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと、本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろう。帰るか。え？あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで星を見てるよ。え？じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろう。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろう。素直に言うこと聞け。そう、わかった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か。うん。じゃあ明日の朝10時橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ、ありがとう。表現力がやっぱこの現代のグラフィックになると全然違うな。いやいや。で、少し街をぶらつくか、街を探索しろって言ってるところ。なるほど。まっというところだけど、何が使えんの？ 1 ってついてるけど、確かあれやな、習得可能、挑発強化か。いやいやいや、これで今あと、未習得はもう全部、そういうやつだよね。で、ヒートアクションの未習得も、顔なじみ解放と、ビデオの解放、奥義書の解放でしょ？いや、これマジスキル習得いけるぞ、やろうと思ったらマジで。いやいやいや、で、
目録的にも、まあ、プレイスポットがまだ全然遊んでないけど、水商売アイランドなんかはもう別に行けるよね。1億稼ぐのも別にできるし、入店そうね、行けるな。で、あとは移動とタクシー、自販機まだ全然飲んでねえから。で、まあ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 、蒼天堀とかやるのめんどくせえけど、でもここら辺とかも全部ガー攻めていけば、やろうと思えばいけるし、はるかのおねだりがあるってことははるかのおねだりがあるんだろうな、まあ、みたいなところですが、またちょっと、あっと、どうした？タツの情報、知らんよ、そんなもん。で、あ、武器屋か何かか。あ、大阪の武器屋まだ解放してねえからな。そういう意味で言うとやる必要あるかなって感じだけど、まあ一回ちょっとね、あのまたここら辺で、あのいいところまでプレイしてるので、一回セーブしてテープチェンジと決め込みたいと思います。